どうも、もったいない代表の吉原です。本日の動画では以前に続きチェーンブロックについてご説明したいと思います。チェーンブロックについては4本ほど動画の方を上げております。本日の動画ではどういったものを選んでいけばいいのかについてご説明したいと思います。まず、チェーンブロックについてなんですが、巻き上げ速度というものがあります。これは、大体1分間に、何メートルほどのものを、何メートル、巻き上げれるのかということが、大抵のメーカーはすべて決まっております。ですので、その点を、ご覧になって、お選びいただいたらなと思います。もったいないんでは、チェーンブロックの方を高価買取いたします。ボロボロになっていても構いません。倉庫、工場などで眠っているチェーンブロックがございましたら、スクラップにせず、当社へお持ちください。高価買取をいたします。また、店内でもチェーンブロックの方を販売しております。中古商品で安価な値段のチェーンブロックが欲しいという方がいらっしゃれば、当社へご連絡いただければなと思います。よろしくお願いいたします。